いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2018年式ポルシェ718ボクスターをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに飛び石、フロントガラスに飛び石がございます。走行距離約1万1000キロと低走行なお車です。外装色はレーシングイエロー、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。新型ターボエンジンを搭載したポルシェ718ボクスターでございます。こちらのお車は市場でも数が少なくなりました MT 仕様で、ポルシェ MT モデルは弊社でも人気が高いお車となります。ヘッドライトにはキセノンが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター水平対向4気筒ターボエンジンを搭載、最高出力は300馬力を発揮します。アルミホイールは20インチの911カレラ S ホイールが装備されております。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトには新デザインの LED ランプが採用されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動で行います。ボンネット下部分、リアゲートと2箇所にスペースを配置、オープンモデルではありますが、お手荷物を収納するには十分なスペースを確保しております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともにほとんど使用感がなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されております。ナビゲーションに関しましては純正PCM ナビゲーションが装備されております。シフトに関しては6速のマニュアルシフトが採用されており、走行モードに関しましてはステアリングのダイヤルにてスポーツ、スポーツプラスモードがお選びいただけます。その他にもマストオプション、スポーツクロノパッケージを装着、より刺激的な走行に色を加えるスポーツエグゾーストを搭載、MT モデルでありますのでダイナミックな走りを楽しむことができます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等いたしません。今回は2018年式ポルシェ718ボクスターをご紹介させていただきました。今や数が少なくなってきた MT モデルではございますが、ダイレクトな操作感や走行シーンにはまだまだ人気も高く、スポーツカーとなりますとさらに魅力も高まります。最新機能を搭載し利便性も上がったボクスターをぜひお楽しみください。お探しの方はお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いします。